皆さんこんにちは、ゆみきえりのです。今日はエレキギターのピックアップについてお話ししてみようと思います。楽器屋さんとかに行くと、ギターがいっぱい並んでると思うんですけれども、もちろん見た目がそれぞれ違うから違うギターだってわかるんですけど、これはどんな風にそれぞれじゃあ音が違うのかとか、じゃあ自分はこの中からどれを選んで買ったらいいんだろうかとか、私はギターを始めたばっかりの時でそういうこと全然わからなかったのですごく悩んだ記憶があります。で、やっぱりギターを始めたばっかりの時ってそういう悩みが多いんじゃないかなと思うんですね。どのギターを選んだらいいかなとか、それぞれ何が違うのかなって思ったりすると思うので、今日はそのエレキギターのそのギターの音のこうキャラクターを決める大きな要因になっているピックアップっていうパーツについてちょっと簡単に説明して紹介してみたいなと思います。このピックアップには大きく分けると2種類あるんです。それがシングルコイルとハムバッキングっていう2種類です。そしてこのシングルコイルとハムバッキングっていうのがすごく特徴が分かれていて、音の違いが、すごくある2種類なんですね。じゃあまずこの今持ってるこっちのギターなんですけれども、これはシングルコイルのギターです。ストラトキャスターですね。シングルコイル、このギターだとこういう形をしてますね。この細長い形で、シングルコイルはですね、きらびやかな音ですね。キラキラーっとした、こうシャキシャキーっとした、きらびやかな音です。ちょっと弾いてみますね。イメージってなんとなくわかりますかね。なんかこうクリーントーンのアルペジオとか、なんかこういうさっきのカッティングとか、そういうプレイに結構合ってるかなってか、そういう風に言われているギターですね。シングルコイルです、これが。これは、ストラトですけれども、ストラト以外にもですね、例えば、代表されるのはこういうテレキャスとか、これもシングルコイルのギターですね。はい、いっぱいありますけれども、はい、今のがシングルコイルでした。じゃあ次はもう一個の方、ハムバッキングを弾いてみたいと思います。ハムバッキング、これはヤマハの SG というギターなんですけれども、こんな形をしています。はい、長方形のこういう形、これですね。これがハムバッキングなんですけれども、ハムバッキングっていうのはあのシングルコイルがこうやって2つ並んでここに入ってるんですよ。なので、イメージとしてはシングルコイルよりもこうやって2個入ってるからパワーがアップする、だから太くて熱い音ですね。あったかみのある太い音っていうイメージかなと思います。さっき言ったみたいにパワーがあって太い音がするので、すごいこう深くこう歪ませて弾いたりしても活躍するギターだと思います。
こんな感じでパワーがあるギターです。シングルコイルとハンバッキングです。で、まあ、今弾いたのはヤマハの SG っていうギターですけど、ハンバッキングのギターもね、代表されるものがたくさんありますね。例えばこれとかね、レスポール。レスポールもハンバッキングのギターで、すごい有名な代表するギターですかね。レスポールとかね、シングルコイルとハンバッキングあるっていうのが、分かったかなと思うんですけれども、でもさっきこう例えばシングルコイルはこうカッティングでジャキジャキ弾くのが合うとか、ハンバッキングはヘビーに歪ませてハードに弾くのが合うよとか言ったんですけれども、絶対にカッティングはじゃあシングルコイルで弾かなきゃいけないのかって言ったら全然そんなことないし、むしろハンバッキングで、弾く、カッティングにすごく味があったりとか、私もよくカッティングプレイでハンバッキング使うんですけど、全然カッティングプレイもかっこいいし、逆にシングルコイルでじゃあハードロックとかやっちゃダメなのかって言ったら全然そんなことないし、あ、シングルコイルで、ガシガシにヘビーロックをやってる人もいっぱいいるし、そこに全然こう決まりも何もないんですけれども、でもなんかこうギターを選ぶときにこういうシングルコイルとかハンバッキングがあるってい こう知識を知っているだけで、自分が、どんなギターがじゃあ欲しいのかとか、じゃあ今演奏したい曲があるんだけれども、どんなギターを弾けば一番自分が理想とする、求めている、イメージしている音が出るのかって、いうことを、こういうことを知ってると上手にこうギターを選ぶことができると思います。なのでぜひ皆さんもギターを選ぶときに、知らなかった方はそういうことを参考にしてみたらいいんじゃないかなと思います。はい、そしてこのピックアップは、このピックアップセレクターっていうものを使って切り替えてどっちを使うかっていうことを選ぶことができるんです。ブリッジの方にあるピックアップをリアっていうふうに言います。で、こっちはネック側にある方、こっちをフロントって言います。で、まあ、これだったら、こっちがリアで、こっちがフロント でこれはセンターっていうピックアップです。はい、でこのピックアップをですね、このピックアップセレクターっていうものを使ってどっちを使うかってことを切り替えることができるんです。このギターだとこうやって下にするとこっちリアを使えますよっていうことになります。上にするとフロントを使えますよっていうことになります。真ん中にするとどっちも一緒に使えますよっていうことになります。そしてこのリアとフロントっていうのは全然音が違うんですね。ちょっと弾いてみますね。じゃあまずリア、こっち側のピックアップを使った時っていうのは、こういう感じの音なんですけれども、でフロント、こっち側のピックアップを使うと、これがリア、これがフロント、そしてセンターっていう風にですね、ちょっと音が違うのが分かると思うんですけども、リアはどちらかというとジャキジャキと硬いような音ですね。フロントはちょっと柔らかい音ですね、っていう風に切り替えることができるんですね。ライブをやってる時とか、録音レコーディングをする時とか、このピックアップセレクターでピックアップを切り替えて、音を作ることが結構多いです。例えばバッキングはリアでこう刻んだり、まあ、じゃらーんっていう普通のバッキングとか、みた
ターのバッキングはリアで弾いて、でギターソロになったらフロントに切り替えて、はい、この間紹介したリバーですけど、はい、こんな感じで、ギターソロの時だけフロントに切り替えるとかですね。あとは普通に、まあ曲によって、あったかい曲とかはフロントでこうメローな感じで。弾いたりとか。で、なんかもっとリズミカルな曲とかはリアにしてジャキジャキ。感じでジャキジャキ弾いたりとか、まあ、本当に結構このピックアップを切り替えるっていうことは私はやる方かなと思うんですね。で、私が、結構普段よく使っているヤマハのパシフィカっていうギターがあるんですけれども、このギターはですね、どういうピックアップになっているかっていうと、こっちのリアには、ハンバッキングがついていて、でこっちのフロントにはこう P90 っていう、一見ちょっとハンバッキングに見えるんですけど P90 っていうシングルコイルが乗ってるんですね。でさらにこのギターはですね、こっちのリアについてるこのハンバッキング、さっきこうやってシングルコイルが2つ並んで入ってますよって言いましたよね。このシングルコイル2つ並んでるハンバッキングがここについてるコイルタップ機能っていうんですけど、これをピッとこう上に、トーンの、つまみをですねピッと上にすると、この2つついてるシングルコイルのうちの1つがオフになるんですよ。つまりこれをピッてやってる時は、こっちのリアはハンバッキングなんだけど、ピッとこう上に出すとシングルコイルになるっていう、そんな便利なギターなんです。なのでこのギターはすごくいろんな音を作ることができて、リアのハンバッキングシングル、そしてフロントの P90、 そしてそのハーフトーン作ることができるので、すごく便利なんですね。オールマイティにいろんなことができるので、なので私は気に入って使ってます。同じパシフィカでも新しく出たこちら612っていうのはシングル、シングル、ハムっていう感じで、またさらにこのハンバッキングもコイルタップができるっていうタイプで、これだとさらにまた、いろんな音作りができたりとかして、とっても気に入ってます。なので、ぜひ、シングルコイル、ハンバッキング、そしてリア、フロントみたいなことも、なんかこう使い分けながらギターを選んだり演奏したりすると、もっと楽しいギターライフが送れるんじゃないかなと思います。はい、ということで今日はピックアップのお話でした。それではこの辺でバイバーイ。